どうもこんにちは、黒ネタです。ドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきたいと思います。いやー、今ベンチに座っております。はい、ヤシの木もね、植えてみました。あー、いろいろ植えてみたよ。よいしょ。で、前回は疲れたんだよね。釣り名人のリリパッドから釣り竿の作り方を教えてもらって、さらに患者を連れて帰ってきたんだよね。で、なぜか釣り竿を作るのにニガキノコが必要ということで、かなり疲れた。いろいろ依頼が出てるからやっていきましょうかね。よいしょ。ちょっと待って、並ばないで、話しかけづらいから並ばないで。作ってるとこ悪い、話すね。うおー、黒ネタ、俺は転んでもタジャジャ起きねえ男だぜ。お前は今釣り竿を手にしている。それでいいことを思いついたのさ。釣り竿があれば魚が釣れる、魚が釣れたら食べれるってことじゃねえか。頼む、俺のために魚を釣ってきてくれ。ほう、お前なんだよそのめんどくさそうな顔の、お手本みたいな顔は。こいつの顔見てない気がするもん。向こうの壁見てるもんね。俺だって本当は自分で行きたいんだ。でも元老のじいさんが許してくれねえ。なあ、頼む、釣り竿を使ってイワシを5匹釣ってきてくれよ。結構言われた、5匹はあ、まあ、こっちは沼地しかないから無理かな。あー、イワシ5匹っていうか、あの患者にもあげなきゃいけないから7匹8匹ぐらいは必要そうだよね。釣り竿2本しかないけど大丈夫かな。俺やだよ、またニガキノコ集めに行くのとか。でここで釣れる、すごい形してるけど。あ、行った。ほう、あ、イワシ、あ、結構簡単に。あ、じゃあ、いわきの炭火焼き。イエス。なんか地味だな。うわ、メタセルも釣り上げた。待てこの野郎、この野郎待てこの野郎、お前てめえこの野郎待てこら待てこら、逃げんの早っ。あ、はまってやがるな。あはは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 、あっ、痛え、強い、この子強い、痛え、よし、痛え。メタルスライム釣り上げたってなんだよおい。で、これ釣り竿、これ耐久値かな。これ1個作っとけば無限に釣れる。なんか耐久値ありそうだな。ふっ、太い枝、太い枝捨てるんじゃないよ。捨てるっていうか、まあ生えてたんだろうね。ほい、よしよし、おい、はい、あはん。あはんってなんだよ。何この枝、どんだけ枝あんだよ。ほい、オッケー。とりあえず依頼はあと1匹かな。ふん、オッケー、飛来の分はオッケーだ。ちょっとあと 1匹だけ捕まえとこうかな。おい、はスライムゴム、スライム風船、な、何を言っているんだ。なんでスライムゴムがあるんだ。てかスライムゴムってなんだよ。
ほい、あ、またかよ。あ、はスライムつらげてしまった。もういいよお前、帰れよ。あれ、これ攻撃せえな、この野郎。逃がしてやろうと思ったら、この野郎。あんまり人様を舐めるんじゃないぞ。はい、イワシオッケー、帰りましょうか。いやー、なんか楽しかったな。ちょっとだけあいつの気分リフレッシュしたいっていう気持ちもわからなくもないね。楽しかったわ。ただメタルスライム痛えな。あいつ痛えな、まったくもう。逃げんの早えな。あ、暗い、寝る。もうただ釣りして帰ってきて寝てるだけだよこの主人公。暇人かな。わ、すげえ成長した。ヤシの木すごい。ああ、すごい、すごいヤシの木。どこ行った、あいつ。あ、いた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 。出ておいで、出ておいで、ここ狭いんだ。よし、うひょー、イワシを釣ってきてくれたんだな。さあ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 、その魚早いとこ俺にくれよ。はい、どうぞ。うひゃほほほほ、この光景、光沢か、この艶、この輝き、こいつはすげえぜ。とんでもなくうまそうな魚だな。さてと、今日は一人魚祭りだ。食って食って食いまくってやるぜ、ヒャッフー。お前焼けるのか、焼けるのか。こいつは焼かなきゃダメだね。はぁ、てかこいつ焼けなくて困ってるんじゃないかな。はぁ、なんだよ黒ネタかよ。気安く話しかけてくんなよ、まったく。どうしたお前。いや、実はな、魚を作ってきてもらったのは良かったんだけどよ、俺じゃうまいこと魚を調理できてることに気がついたんだ。こいつバカかな。たく、最近すっかり忘れてたぜ、俺たちがものづくりの力を失っていたことをな。俺が設計図を書くからさ、魚を料理できる料理部屋を作ってくれよ。あー、頼む。こうしてる間にももらった魚の目がどんどん濁っていってんだ。やばいやばい。俺の脳裏の設計図通りに魚を料理できる料理部屋を作ってくれ。はあ、はあ、てかこれ、俺もこのままじゃ魚作れない。あ、作れる。え、石炭、はあ、石炭とかどこで村人作ってくんないかな、勝手に。あっす、はあ、設計図ね。釣り竿持っときましょうかね。ロリンの設計図どこ置こうかな。こっちが寂しいからこっち作ろうか。でかっ。あー、意外にでかい。ふん、あ、ここで、うわ、いっぱいいるなおい。はあ、とりあえず土を作りましょうかね。作りましょうね、置きましょうかね。土ならいっぱいあるのだよ。ああ、あ、あ、ちゃ、あ、いや、ここもか。ほい、ほい、あ、ちゃ、あ、ちゃ、自分でヤシの木置いてここに設計図置いたからさ、俺が言う資格もないんだけどさ、邪魔。はっ、あれ、ここ違うんだ。あ、ここ違うのか、めんどくせえな。ヤシの木邪魔で、ここで2段目。これさ、ブロックを置くことぐらいさ準備できるんじゃないの。あ、ここ違うの。あ、そこ箱置くんかい。こだわりますね。よいしょ。
はあ、まあ藁の扉とかだよね。いろいろいるなあ。やっぱ攻撃しちゃった。まず一個一個ね、置いていきましょう。藁の扉。はい、で次は壺に焚き火1、壺にタコ、タコビってなんだ、壺に、壺ある、あった、壺にの焚き火1、はい、でどこに置くって、壺が外の、焚き火がこの真ん中か、はい、あ、空き部屋ね、はい、はい、じゃあまたモンスターかよ、作っとかないと、壁かなり強化しとかないと壊されるな、あ、痛えよ、痛いな、痛い痛い痛い、意外に当たり判定でかい、これドロルは壁壊せねえのか、あんだ、じゃああいつはほっとこうか、壊せないよね、はっはー、薬草、はっはー、めっちゃ作ってんな、ガラス瓶ありがとう、なんか手に入れた、で料理用焚き火、生け花、焚き火に生け花、あれをこっちに持ってきちゃってもいいような気もするけどな、焚き火に生け花、あ、生け花、まあ一応こっちにもね料理を作っとけた方がいいでしょう、焚き火と枝、枝がね、枝そんな必要、あ、焚き火ハンス、うわ、枝が枝不足、また来たよ枝不足、ただいま戻りました、焚き火、はい、で、料理用焚き火、コン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 、オッケー、錆びた金属、レンガ、はあ、まだまだこれ先か、これか、いやー大倉庫いいね、いやー、リリカントが落としてくれてよかったよ、戦いたくはないけどね、よいしょ、で生け花がこれ箱の上、これなんだ、これ木の机の上か、木の机3つ見んのかよ、ブロックでいいじゃねえかよ、木の机、はははは、もうブロックでいいじゃねえかよ、なんでわざわざ木の机なんだよ、ここの村人たちもなんでやったらと俺にさツタを取らせに行こうとすんの、嫌がらせだよ、あー、こっちがあんまないかな、あるね、そろそろこのコンボもやばそうって、コンボもツタだっけか、やべえ、やっぱツタ不足だな、あ、ごめんごめんよ、攻撃するつもりなかったんだ、死んでくれ、はあ、村人さツタぐらい拾ってこれない、できるでしょう、それぐらいのことはしてほしいよ、ごめんね、君倒すつもりなかったんだけどね、めっちゃ追われてない、あー、これぐらいありゃいいだろうな、久々に行くか、せや、あれあれ、使った、こんだけありゃしばらくは大丈夫かな、
戻りましょうか。うわっ、ほほほほほ、え、どこから、え、どこから、あ、どっから攻撃した、もう何がどっから攻撃した、え、怖っ、何急に炎来たけど、はい戻りましたよ。あー暗いよ、おやすみ。おはようございます。でかいなおい。でかいなこれ、成長早早、成長、あれ今の夜じゃなかったか、まあいいや、うん、1個2個3個 OK、 えいえいえい、これ瓶とかどこで使うんだ、 OK、 はあ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 、ここか、よいしょよいしょよいしょ、で上に行けばな、でクッション椅子2の収納箱1とか、クッション椅子か、あれクッション椅子ってあれ、あー買った、クッション椅子最高だね、で収納箱か、太い枝危ねえ、こっちも使うじゃねえか、枝使うねえ、でここにここに、あ違う、ああ、壊しづれところに、あごめん、あんた邪魔、作ってんだから邪魔しに来ない、で収納箱がこの上か、はいできた、狭くね、俺の設計図が完成した、あ食堂なんだ、狭、食堂狭、待ってここで全員来んの、狭いよ、みんな来んの、狭いよ、狭い狭い狭い、明らかに狭いこれ。すっげえ並んでるけど、すっげえみんないるけど、あ俺ケイシーに話しかけてる、あの言動がってじいさん本当に理屈っぽいじいさんだね、何かにつけて、重苦しこうと言うし、話もやたらに長いし、ああいうじいさんは苦手だ、そこ行くと病気で亡くなった、私のじいさんは元老はとは真逆でね、いつも鼻歌を歌いながら、パフパフ屋の夢を私に語ってくれたもんさ、パフパフ屋出ましたね、パフパフ屋、ドラクエ名物パフパフ、よくわからないけどじいさんの夢だ、いつか叶えてやりたいね、叶えなくていいんじゃないかな、食堂ちょっとお前どこ行くんだよ、お前の恥かけてんだよ、いやほほい、ついに調理部屋を作ってくれたんだな、俺だって実際考えたんだぜ、もういっそ生で魚を食っちまおうかなって、けど俺にその勇気はなかったのさ、笑ってくれよ情けねえやつだって、だが待った甲斐があったぜ、これでやっと魚料理にありつけるってわけだ、そうそう魚ってのは栄養満点でな、病気の患者にも役立つ食い物のはずだ、魚料理を作って病室の患者たちにも食わせてやってくれよな、お前の魚を返せ、な、何を今さら患者を気遣うようなことを言ったって、お前ってたまにツッコミがきついよな、お前がそういうこと言うからだろ、魚くれよ。魚をよこせこの野郎、はあ、どっち作れるか、あ、そういうことじゃねえんだこれ、単純に、あ、石炭、これがみんなの食堂ってことか、単純に、なるほどね、患者の量よ、時間もいいし今回はここで終わりにしましょうかね、次回はちょっとここの患者たちを治すためになんかいろいろ作っていかないといけないな、まあちょっとまず魚を焼くために石炭か探しに行きたいと思います、ということで今回はここで終わりにしたいと思います、よろしかったらチャンネル登録または高評価よろしくお願いいたします。
それでは次回の動画でお会いしましょう。お待ちしております。さようなら。